サッタルチェを弾きます。最初に、演奏を見ながら膝ポンをやってみてください。せーの。ドレミを言ってみてください。それからそれがうまくいったら右手だけを弾く、それから動画を見ながら今度左手だけを弾く、それできて十分できてから両手に入ってください。両手がうまくいかないときはまた膝ポンから片手からやり直してください。